つか意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。注目のファーストラウンド、何が起きる？プレイヤー2、先にダイレクトリードしていく。中断、そしてプレイヤー1、ここで体力は厳しい状況だが、ドライブゲージはたっぷりある。まだいける。一気にラインが上がってガッと動いた。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。トリグラフが突き刺さる。プレイヤー2、ドライブゲージをうまく管理して立ち回るか。このままのペースで試合を運びたいところ。ドライブゲージを回していく。仕切り直しの距離からどうする。高速で状況を整理しているか。さすがに残りわずかな体力。ドライブゲージに命運を託すか。上から来た。バックステップ、付き合わない選択。うまくワンチャンス作って、おっとここでアムネジア、よく見て倒しきる。プレイヤー2、圧倒するか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。受け止めて殴る。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。次はどの引き出しを開けるか。さあ中段当てて。プレイヤー1、残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。さあおっとここでアムネジア、よく見ていた。 KO。 プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。インパクト実らず。ここはガードでしのぐ。これは空対空で対応していく。プレイヤー2、ドライブゲージをうまく管理して立ち回れた。このままのペースで試合を運びたいところ。ドライブゲージ運用がここからの展開の鍵になる。非常に消耗が激しいこのゲージ、多い状態をキープすることも勝つための戦略となる。プレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだ。無傷でラウンドを取る瞬殺撃。盤石の立ち回りで危なげなし、お見事。さあこれは同キャラ戦となった。相手のできることは自分もできる、だがそれゆえに難しいミラーマッチ。生き残るのはどちらか。いい戦いに。ファイト。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ドライブラッシュを使って早い展開にするか。ドライブラッシュから出す技は有利フレームが増えるのでリターンは高い。さあ投げが入って、ここから投げを迫る間合いにうまく相入れている。うまく位置を入れ替えた。ここは飛び道具で牽制。プレイヤー2、さあ追い詰めた。仕切り直す。体力差はある。さあ飛び焼きバーンとしている。なんとかして触りに行きたいが間合い取りが絶対倒しきる。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この攻撃を生かせるか。飛びが刺さる。
中足が刺さる。上は見えている。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。レイヤー2、体力を先行して展開を作れるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。レイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。ここからドン、攻めのドライブラッシュ。ここで SA ゲージがマックス。ドライブラッシュで前に出る。何を狙っている。どう崩していくか。お互い慎重になって、ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。ドライブラッシュで勝負をかける。一息つけるか。プレイヤー1、投げが決まった。どうにでもなる体力差。逆転の青写真は頭上ががら空き。プレイヤー1、いいリズム、いい間合いが取れている。前に出てここで投げに行く。ドライブラッシュから、気合いの勝負。この投げは通らない。中足、ここで球狙っていたのか。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。開幕前飛び。ファイナルラウンド最後に投げが決まった。攻めのドライブラッシュ、一気に間合いを詰めてきた。 SA ゲージは溜まっている。何でもできる状況だ。ここで投げに行く。ドライブラッシュで勝負をかける。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。ゲージを使ってきた。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。さあ、そして頭上ががら空き。プレイヤー1、おっと、これも抜けている。ここで打ち込んでいった。気合いの勝負になった。危険な距離だが、これが魔法の玉。プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。まだまだやる気満々。電線がお互いを高めていく。これは見えない。球をドライブ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。さあ、どうする。上は通さず、ジャンプ攻撃はしっかりガード。上から仕掛けていく。さあ、ここでドライブラッシュ。プレイヤー1、さあ追い詰めた。壁から逃さないことにジャスト成功。反撃のチャンスが訪れる。投げはスカル。ゲージには頼れない。しかし体力もない状況。受け止めて殴る。危険な状況にコンボカウントしてフィニッシュまで。お見事。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。先ほどの動きをこのラウンドバーンとしている。飛び道具をアクセントにキック、ドライブラッシュで前に出る。プレイヤー2、先手を取った優位を生かせるか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。プレイヤー1、丁寧に有利を継続し受け止めながら、ここで SA ゲージがマックス。バーンアウトはまずいぞ。プレイヤー2、バーンアウトしている。これは厳しいか。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。危険な距離だが、ドライブラッシュで前に出る。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。どうなる。ここからの策はあるのか。バーンアウトする。終わりかねない。倒しき、見えている。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。ファイナルラウンド、最後に笑うのはどっちだ。中足が刺さる。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。
お互いにゲージを貯めたいか。ここからの間合い取りに注目。オーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。中足、上は絶対に通さない。ドライブで勝負をかける。体力もゲージもわずか。さあ通らず、効果カウンターでとどめを刺していく。プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。戦術よし、戦略よし、全部よし。さあ始まる。始めるよ。いい戦いになりそうだ。さあ試合開始。実況解説は R でお願いいたします。あとこれはスカッター。体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。どこからダメージを与えていくか。ハリアナはどこにある。うまく打撃をさばいていく。両者次はどうする。意識のアンテナは上にも張られていた。仕切り直す。プレイヤーは残り体力はわずか。しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。大胆にチャージする。ギリギリ鮮やかな逆転。わずかなチャンスを生かしきった。プレイヤー1、流れをつかむ。このまま波に乗り切れるか。いきなり仕掛けた。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。トマホークバスターしっかり。そこで画面ドライブラッシュで前に出る。この切り返しはケアしていた。プレイヤー1、丁寧に有利を継続している。前に投げて、壁はまだそこにある。ダウンから SA ゲージは両者マックス。ここからのゲー前投げ、さらにプレッシャーをかける。バーンとする。両者体勢、投げる。プレイヤー1前に出て、試合は終盤。ここからの一発はもらえない。倒しき、見えている。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。ここで飛んでいる。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。この反撃はケアしていた。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。飛んでいる。これはいい形。トマホークバスターしっかり。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の KO。 プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。上から来た。このラウンドが勝負となるか。トマホークバスは綺麗に対応する。これはカウンターになった。地上の間合い戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ダウンから間合いが足りないか。大胆にチャージする。トマホークバスはしっかり。プレイヤーは、さあこれは痛いぞ。一息つける。昇竜でこじ開けるか。上は絶対に通さない。攻めのドライブラッシュ、飛びは落とす。壁際のリスクを嫌う。これ以上はまずい。高級もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。ファイトラウンドファイト。
ずは上から行くのか。ここはトマホーク、足元をスパイア。この飛びはガードが間に合う。トマホークバスター綺麗に対応する。迎撃成功の形。先生、ここからが正念場。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみを出した。プレイヤー2、体力はな。ここはナイスガード。いやー、これだ。スパイアで前に出る。プレイヤー1、ここが勝負どころ。マナゲ、さらにプレッシャーをかける。弾力が問われる。ここでゲージを使っていく。この体力はクリティカルアーツ。この演出の間に幾千のプランが脳裏を泳げる。最適解にたどり着けるか。プレイヤーは KO。 プレイヤー1、この激戦を制した。いや、見応え十分。素晴らしい試合でした。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。さあ開幕、両者はどう動くか。飛び輪を落として、さあ壁まで追い込んだ。プレイヤー1、画面端の揺さぶりで卓を通し続ける。反撃させない。連続技をしっかり決めていく。さあ壁、見事なパット、完全に読み切っていた。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。さあ飛びはきっちりガードで、ファーストヒットはバニッシュカウンターからだ。抜け目なく、さあここはドライブ勝利。さあ近距離の攻め合い、そして来るか。ここでバーンアウト、試合が動くぞ。プレイヤー2、バーンアウトしている。これはキッ、あとはここでスタン、壁に押し付けられた。プレイヤー2、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返す。最後は投げでフィニッシュ。盤石の立ち回りで危なげなし、お見事。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。さあ飛び道具を見せて、うまく打撃をさばいていく。相手の攻撃をパリーすることで効率的にドライブゲージを稼いでいく。なんとかして触りに行きたいが、間合い取りが絶妙。仕切り直す。ここは投げを見せてガードを崩す。ラッシュのドライブラッシュ。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう。ここはガードでしのぐ。プレイヤー1、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。 KO。 プレイヤー2、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。やる気満々の開幕。弾受け止めつつ攻撃する。飛んでいる。さあ逃げ場はなくなった。どうしてる。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。攻めのドライブラッシュ。上はしっかりドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。受け止めながら互いの制空権が触れ合い続ける。この飛びはガードが間に合う。ガードする。飛びはバレバレ。うまく投げが通った。このドライブインパクトはガードさせて OK。 プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。単
腕力が問われる状況になった。ドライブラッシュか、飛びは通さない。さあドライブラッシュで勝負をかける。このスーパーサトールか、幾千の蹴りが降り注ぐ。天に向かって相手をうがつ。キーフィニッシュ、レイヤー2見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。ここで破断手。ここは投げを見せてガードを崩す。うまく踏み込んでいく。球で一息つきたいところ。打つかすかすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。両者スペース十分。どちらがラインを押し上げていくか。ここはドライブパリーを成功させる。相手の攻撃をパリーで取ってドライブゲージを稼ぐ手堅い戦略。相打ちを切る。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、 KO まで。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。開幕強気に打っていく。さあ飛び道具を見せて。遠距離からの飛び道具は相手に対応を促す。一発の弾でさまざまな情報のやり取りが行われる。受け止めながら飛んでいる。さあ逃げ場はなくなった。ドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。ガードする。残り少ないドライブゲージ、どうする。さあここからうまく投げていった。攻めのドライブラッシュ。天空脚で打ち上げて一息つけるか。クリア。前のめりの一撃は不発となった。両者下がる。行くしかない。ここでフィニッシュ。さあ次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド、ファイナル。中足頭上のガラキ。さあここはオーディ転送局、無敵をうまく使った。プレイヤー2、わずかなリードが大きなアドバンテージを生むか。どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。ラッシュするか。プレイヤー2、ドライブガードが使えない厳しい状態。破産手めくっていく。どうなる。オーディ転送局でしっかり切り返す。この飛びは見えている。針穴を探す。ここで白熱。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。両者体勢を整える。これは抜けられない。プレイヤー2、さすがの立ち回り。さあ両者真剣な面持ち。その目には何が映っているか。始めようか。覚悟されよ。さあファーストラウンド注目していきましょう。縄で揺さぶりをかけつつ様子見か。飛び道具を使って遠距離でも息つく暇は与えない。技を振れば当たる距離、危険な周りに入っていく。
うまく引っ掛けた。相手を飛び越してジャンプ攻撃を当てることでガード方向が逆になる。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。触れば終わる状況。ここは飛び道具が決め手となった。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。開幕バックステップ、距離を取った。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。テレポート、揺さぶる。弾を使って膠着を破るか。弱テレポート見切れるか。体力は残り少ない。ドライブゲージが勝負を分かす。ガードする。さあここからドライブラッシュで前に出る。上から来た。目まぐるしく倒しきる。盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。まずは様子見の間合い。ドライブを打って技を振れば当たる距離。危険な間合いに入っていく。プレイヤー2、先に体力リードしていく。若干の体力差はついたが、まだまだ。上は通さず、飛びは通さない。ここはガードでしのぐ。しっかりコンボ。さあドライブを一つ。体力差はある。チャンスにドライブラッシュで前に出る。上から仕掛けていく。試合は終盤。ここからの一発はもらえない。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。飛んでいる。さすがに目まぐるしく壁際の位置が入れ替わる。互いに投げのけ、攻めのドライブラッシュ。弾を使って鮮やかな逆転。わずかなチャンスを生かしきった。プレイヤー1、幸先の良いスタート。噛み合わせはいい。ここはフロートで出方を伺うか。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。ドライブゲージはしっかり溜まっている。非常に消耗が激しいこのゲージ、多い状態をキープすることも勝つための戦略となる。ここで SA ヒッター、ヨガインフェルノを発動していく。一息つけるか。バーンとしている。テレポート、頭上がガラキー。しかし KO。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。飛んでいる。渾身の一撃が空を切る。ヨガフレーム。試合は始まったばかり、まだまだどうにでもなる。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。よし、ここからが正念場。打ち抜き、めぐる。これこそが竜の真骨頂。どうした、待て。プレギアツ、ドライブラッシュか。うまく投げが通った。前に出て相手を動かす弱ハイ。さあこれは痛いぞ。弾を使って相手を、頭上がガラキ。危険な距離だが、コメットを打っていく。ここでテレポ。この逆境、逆転の青写真を描くことができるか。ラッシュするか。残りのドライブゲージも悲鳴を上げている。ここで勝負あり。プレイヤー2、緊張感が伝わってきた。よく勝った。